はい、こんにちは。はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。はい、今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日も沼津りえの美味しいレシピ、夏休み親子企画です。4日目。はい、今日は何をやりますか。さあ、ちょっと粉もので、はい、ぜひやっていただきたいものがございます。生パスタを作りたい、作ろう。粉からやるんですね。でも材料は3つだけですからね。3つかな、3つです。はい、やってみると意外と簡単なんですよね。どんなものより簡単かもしれない ね。なんかいろんなパスタ、もちろんこう細長くしたりマカロニっぽくしたり、いろんな形を作って、自分っぽいお好みの生パスタを作って、自分好みの生パスタに挑戦してみましょう。こねるの楽しいですよ。はい、お子さんも大喜びだと思います。ぜひ。意外と粉も散らからないんですよね。そう、散らからない。全然、もう心配しないで見てください、最後まで。はい、ではどうぞ。強力粉 100g、はい、それの分量の半分のイメージ。卵1個、まあ、M 玉ぐらい、50g、 100g、 50g、 でオリーブオイル大さじ半分、5g ぐらいかなと思う。もう卵に混ぜてしまいます。卵にオリーブオイルを、はい、水分としてね、ほぐします。これだけですよ、材料。これで生パスタを作っていきます。ちょっと卵をほぐします。はい、もう少ない材だから本当美味しいですよ。これ一番作りやすい分量だから、家族でね、自分の生パスタをね、作っていったらいいなと思います。あ、一人一セット。そうそう、卵白をね、切るようにしてね、うん、そして強力粉の真ん中のところにジャッと入れます。もうフォークでまず混ぜますよ、ぐるぐるぐる。もう温度も何も気にしないで、とりあえず卵とオイルと粉を混ぜるだけ。簡単でしょ。今日はスターマシンなくても作れるように麺棒で伸ばそうかなと思ったんですけど、す、ね、なんかマカロニみたいにしたり、あと薄く広げてラザニアにもできますから、いろいろ生パスタを活用してみてください。こうやってこんな感じね、あ、いきなりこね始めるんじゃなくて、フォークでこうやって全体をなじませるって感じ、水分と粉を合わせる、はい、そしたらフォークを取って手でこねていきます。はい、簡単でしょ、うん、生パスタっていうとちょっと敷居が高いっていうイメージがありますけど、うん、意外と簡単なんですね。難しそうだよね。でも、材料もシンプルだし、本当、うん、ね、むっちりして美味しい、乾燥したパスタとまたね、味わいが違うから、ぜひね、作ってみてください。ちょっとある程度粉っぽさがなくなったら台に出して、こねるというか粉っぽさがなくなるまでこうやって押す感じ、うん、こういうちっちゃいね、台の、もうボールの中で、もうちょっと大きいボールだったらボールの中でこうやってこねていってもいいですよ、うん、なんかパンみたいにバンバン叩いたりする硬さでもないし、案外粉物って散らかるってイメージがあったんですけど、うん、まあ、全然散らからないですね、粉物ね。そうそうそう、そんなにね、ボールの中である程度まとめて、うん、出せば、もう、 こうまとまってるからね、そんな、なんだ、わーわわちゃわちゃ粉が飛び散ることもない、うん、よく生パスタでこういう台の上にね、大量の粉の中にこう入れて混ぜるとかいうイメージがあるんだよ ね。これね、食べたい分だけ作るっていうのもまた贅沢でいいかなと思います、はい、でこうやって、わかる、折りたたむように上から押さえる、うんうんうん、でまた折りたたんで押さえる。結構柔らかくはないです。ここであんまり柔らかすぎるともちもちっとしたパスタにならないので、じゃあ分量は割と正確にやった方がいいですね。そう、1対2ね、卵と粉の割合、じゃあ卵もやっぱ測った方がいいですね、ちゃんと M 玉1個とかでいいんですか。あ、いいです、いいです。もうそこまでな、多分 M 玉1個はもう 50g 前後だから、はい、よっぽど
きくないと今60ないもんね。そうですね。L 玉って。L 玉でね、うん、60っていうのありますけど、まあ、M 玉だと大体50ぐらい。まあ、中間ぐらいの大きさ。はい。うん、でいいです。ほら、だいぶ滑らかになってきました。わかる？うんうん、よいしょ。ちょっと横からも見てもらいましょうかね。こうやってね、折り曲げてる感じね。なんとなくこう表面が滑らかに。うん、まあ、綺麗になる必要はないです。ある程度こうやって滑らかになったなと。もうちょっと見ときますか。はい、こんな感じね。可愛いでしょ、うんうんうん、黄色っぽくていいよね、はい、はい。そしたらラップにしっかりと包んで、はい、まあ、30分ぐらいこのまま置いておきます。はい、はい、30分置いたものです。はい、結構ほら近づくとここしっとりした感じ分かりますか、うん、じゃあこれを伸ばしていきます。はい、まあ、パスタマシンをお持ちの方はうちもね、なかなかこう奥にしまって出てこないんだけど、麺棒で伸ばしても美味しいパスタできますから、今日皆さんやってみましょう。はい、はい、いくよ。で、このままじゃなくて、ここに打ち粉、はい、同じ使った強力粉を使って伸ばしていきます。はい、くっつかないようにね、たっぷり、あのどうせ茹でますから、この粉はあの取れていきますから、くっつかないようにたっぷりと振ってください。で、伸ばしやすいように半分ぐらいにまず切ります。はい、ここで休憩。もちもちなの分かります？黄色っぽい卵の色がとってもいいですね。うん、でちょっとこうある程度手で伸ばしてあげる方がね楽ですよ。なんとなくこうグー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 と。でもね、この生パスタ食べたらわざわざ作ってでも食べたくなるかも。手作りで美味しいですね。うん、美味しい。でちょっと弾力があります。もう水分も少ないので 50% しか粉に対して入ってない。ほら戻る感じ、めげずにお好みの薄さ伸ばしていってください。もう分厚いパスタが良ければ。教室ではみんなパスタマシンに大行列だったの。楽しんでね、あれ。親子でやったんだよね。あれがそう、生パスタマシンの行列ができて。ね、やってみたいよね。うん、楽しいな、ぐるぐる回してね。そうそうそう、よいしょ。そんな大変じゃないの。うん、おうち時間に持ってこいじゃない？パスタとか。子供喜ぶでしょうね、うん、この作業。今日は生パスタただ茹でて、ちょっとこう家にあるソースをつけるみたいな、いろんなね、うん、皆さんお好みのミートソースにしたり、もちろんラザニアにしたり、いろいろ試してください。よいしょ。あの子供用のね、コック服とコック帽をかぶってね、うん、あの参加された子供さんもいらっしゃいましたね。はあ、ね、可愛いですよ ね、本当にね。さあどうでしょう。はい、どうですか。いい感じじゃないですか。いい感じ飲みましたね。いい感じ飲みましたね。じゃあちょっとこう四隅をね、長方形っぽく伸ばした方が同じ長さのパスタができる。あ、そうですね。うん、まあ、4つ折りぐらいにしましょうかね。はいはいはい。で、もうこれもお好みの細めにする？どうしよう。もうちょっとどうしようって言いながら切ってしまいましたけど。まさしく麺職人じゃないですか。すごいでしょ？同じ幅。修行に行けるかしら、うん、はい、切りましたよ、はい、で、あのこの時に今こうパラパラっと剥がれましたね、うんうん、間に粉が足りないと切ったら押さえるからくっついちゃうから。打ち粉は結構こう大胆にしてあげた方がいいです。麺と麺がくっついちゃうんですね。そうなんです。見て、ほら生パスタ一人分ぐらいかしら、うんうんうん、あ、これ手軽でいいですね。ほんと美味しい。で、スタンバイしておきます、はい、2枚目も伸びてきましたよ、うん、で、四隅をね、こうちょっと伸ばして長方形っぽくやると長さが同じになる、はい、このままこう切ればラザニアの生地。ちょっとこう両端をさ、揃えようと思って切るとしますね、
ちも。ちょっと折りたたんでスタンバイね。これをちょっともう一回伸ばして端っこを切ってお箸ね、うん、巻きつけて、ありゃりゃりゃ、ペンネみたいに見える。そう、ペンネとかマカロニ風でこれで茹でて食べられる。そう、茹でたらブルーンとなっちゃうから、ここしっかり押さえてくださいね。かわいいでしょ。ここにソースが絡んで、それはまたそれで美味しい。おー、リボン状のパスタとかありますね。あるじゃない、そういうのも作っても面白いかもね。こう、ここ間をこう閉じてね、簡単リボンパスタ、うん、端っこを使ってこう中央を折って、おうちパスタだからね、いろんなものを楽しんでください。あ、かわいい。で、こっちは切る。ちょっとしっかり中に打ち粉しないとここでくっついちゃうわけですよね。そうですよ、忘れないでくださいね、2個目もね。で、打ち粉をこうたっぷりすることによって無駄な水分を取ります。そうするとムッチムチになります。おうちパスタなので、しっかり打ち粉を振ることによって水分を吸わせて乾燥するという効果を一緒にやってるので、もうこのままでいいです。茹でます。塩を、結構一つかみ入れましたね。きました。まあ、結構たっぷりめに入れましたよ。そして生パスタを入れます。やけどしないようにね、入れてください。ほぐします。はい、はい、茹でていきます。ちょうど今3分茹でました。じゃあ揚げますね。しっかりと歯ごたえのある太さにしたから美味しそうね。太さはね、皆さんお好みで、茹でると太く、なんていうか膨れるからね、うん、細いなと思っても結構太くなっちゃいする場合があるから。リボンも可愛い、わかる、ほら、はい、うん、はい、じゃあ早速食べていきます。はい、うん、いい色。はい、味見していきます、はい、お好きなソースでいいんだけど、うん、今日はシンプルに塩、胡椒、オリーブオイル、粉チーズ、バジルソース、ジェノベーゼ、自家製。あ、これ自家製ですね。自家製、またいつか紹介したいね、はい、そうですね、うん、こういうふうになんかシンプルに食べても美味しいかなと思って。そうですね、麺の美味しさを味わいたいです。じゃあ私このオリーブオイルをかけていきます。はい、どうなっちゃうと、ブラックペッパー、はい、シンプルに。粉チーズは、粉チーズはちょっとその後に、あ、味変。これミートソースで煮込んでも生パスタって肉、ね、な崩れないっていう、もっちもちの。これちょっとジェノベーゼをね、入れますよ。では、いただきます。うん、おっ、もちもち。ブラックペッパーとオリーブオイルめちゃくちゃ合いますよ。こんなの味を楽しめる感じ。うわ、うまい。噛み切れないというような硬さじゃなくて、コシがあるんですよ。コシがある、うん、すごく。こねてないのけど、うん、で、麺に弾力があります。本当だね。今度はチーズをかけてみました。あ、うん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 、本当に美味しいね、うん、チーズの塩気とバッチリ合いますね、うん、ジェノバジルも合う。全然大変じゃないから、ちょっとこうこねて30分以上だったら別にほったらかししといてもいいですよ。いいですか、うん、冷蔵庫で。長時間だったら冷蔵庫がいいけど、うんうん、卵が入ってるからね。冷蔵庫に入れとくと硬くなるからないですか。大丈夫。ちょうどチャットの量で2人で大満足だね。いや、もう全部食べちゃった。お腹膨れてきましたよ。完食です。これ普段食べてるパスタとは全く味が違います、うん、ね、うん、あっという間に食べちゃいました。これソース作らないで、このシンプルダメも、うん、美味しいよね。おすすめです。はい、はい、というわけで今日は生パスタを生パスタを作りました。おうち時間を楽しみにはぴっ
ったりだと思いますので、ぜひ作ってみてください。明日夏休み親子企画最終日となります。あれも作っちゃおうか。はい、でもやりましょう。はい、とっても面白い企画ですよ。お楽しみに。それでは阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。はい、また明日。明日。生パスタいいよ、本当。本当に。ボーノ。